信人皇后は、北宗の英宗の皇后。1085年から1093年までの間、ふとし皇太后として、臨朝称制した。姓は、皇子、陽名はとうとう、信ぶと太后とも呼ばれた。白州毛条件の人、皇子たがうはじめと宗子の娘として生まれた。喜び暦七年、断念し、長無根真に突ぎ、慶光軍君となった。 夫婦仲はよく、長など多くの子供を産んだ。下遊八年四月一日、人相が報じた。男子がなかったので、総皇后が、総室のうちから人相のいとこの子である、長宗ザネを定位につかせた。四月二十九日、孔子は皇后に立てられた。自平四年正月に、英相が報じて、長男の真相が立つと、皇太后となった。元年月、 真相が報じて幼い明州衆が立つと、ふとし交代号となり、水連調整した。交代号は旧法を回復するよう努め、柴光、旅行長らを起用して、新法派を排斥し、広し安氏、元法年間に建てられた法を廃止していった。当時まだ少年であった明州衆には、反対され、祖母と孫の間は険悪になった。元夕8年9月、報じた。 アキラ州は、実の祖母の灰位を準備したが、母のシフト指費が還元したので取りやめた。総島紀十三、花草宗忠高優八年四月公子上、立慶長軍君公子ため公后、ありがとうございます。